さあ田尻のそのファイトに変わりまして、地獄のデンジャーネット、これから始まるのが本当の地獄かもしれません。グレート小鹿、松永光弘、中牧昌司、山川隆二、因縁の面々が今入場いたします。まず山川です。そして中牧です。いつもと変わらぬ表情、そして上半身は当然裸です。松永です。さらにはグレート小鹿、ご覧のようなコスチュームで現れました。さあ松永さん、はい、お待たせをいたしました。いよいよご自身の試合ということになりますが、はい、デンジャーネットサーカスデスマッチ、簡単にちょっと舞台装置をご紹介していただけますか。そうですね、高さ 2.5 メーターの、脚立を使った足場ですよね。この不安定な足場なんですよ、はい、この足場 の発想としてはですね、はい、結局サーカスで綱渡りや空中ブランコをやるときに落ちても大丈夫なように保護用のネットがありますよね。あります、あります、そのネットを有刺鉄線で作ったっていうのがこのデスマッチの発想なんですよ。全くそれでは保護にならない、保護にならない、逆にその地獄になるわけですね。そうなんですよ、松永その表情はいつも通り。これは松永さんの持論です。4人の中でただ1人上半身裸、そうですね、T シャツを着てる着てないでは大きな違いがありますか。最近だからそれですごく頭にきまして、もういい加減今までは言わなかったんですけど、最近それをすごくもう口にするようになったんですよね、はい。結局なんていうんですか、じゃあお客さんがですね、例えばですよ、有刺鉄線ボードを使ったデスマッチを見に行くとしますよね、はい、それで有刺鉄線ボードにもし薄い布が1枚かぶしちゃったらどう思いますか、うん、ふざけるなバカ野郎ってボード取れって言いますよね、うん、それと T シャツ着てることとどこが違うんだと。あーはー、なるほどね、その意味で徹底してない。そうなんですよ、要するに危険なデスマッチにトライするのがやっぱりデスマッチの美学ですよね、はい、それを危険でないようにTシャツを着てるわけなんですよ、これじゃ意味がないんですよね。なるほど、いよいよ始まりました。前代未聞です。デンジャーネットサーカスデスマッチは中牧とそして松永です。この高さだけでも何か一般の人は恐怖感があると思いますが、いやこれありますね、特にやっぱり 2.5 メートルプラスリングの高さありますから、視点が高いんですよね、はい、地べたに這いつくばるようになんとか逃れたいのはこの中牧、そして今松永へばりつかれたんでちょっとなかなか落とせない。これが落ちたら下には有刺鉄線のこの蜘蛛の巣地獄だ。これは絡み合うんですね。そうですね、もう抜けられないですね。一旦落ちたら抜けられない。今度は松永捕まる。しかしデスマッチの鬼松永です。まあ今日前半部分の解説をしてくれた小鹿さんが、松永はスロースターターだから最初のうちに相手は勝機があるのかもしれないということを言ってたんですがね、そのあたりどうなんですか。今日だけはちょっとですね、新日本プロレスの東京ドームでの、ね、中牧選手は、ね、はい、小塚さんの試合見てちょっと頭にきた部分ありましたから、ええ、今日はやっぱり同じデスマッチを売り物してる選手でも、ええ、彼らとは格が違うと、うん、全くなんていうんですか、ええ、水準が違うんだということを証明するために今日は、ええ、初めから飛ばしましたか。初めから飛ばしましたから。そうですか。2人落としたのは松永だ。ミスターデンジャーが本領発揮。そして今生き地獄だ中牧、そして山川と、そして今松永が飛んで、これはすごい。これ松永さん、ご自身のダメージが相当あるんじゃないですか。そうですね、しかしこの松永コールは嬉しいですね、半分ひねったところがなんか映ってなかったらちょっと残念ですけど、ちょっと映像的には分かりませんでしたが、あの回転を入れたことによってまた勢いが違うわけですね。そうですね、松永はスクッと立ち上がるミスターデンジャー。空手家として89年の10月 FMW マットでプロデビューをした。そこからスタートし旧ウィングに入団、プロレスラー転向後、今ご覧のようにミスターデンジャー、デスマッチの鬼と化しています。松永この T シャツっていうのはなかなかのこのくせ者でして、はいはい、もうとにかく今は他団体の批判にもなってしまうんですけど、もう T シャツやランニング着てる選手、ツーショルダーも全ても認めないと、ああいうインチキをやっぱり許してはいけないと思いますね、それはあくまでもやはり T シャツがあると全然その裸の時とダメージが違うということです ね、だからなんていうんですか、じゃあ逆に質問しますけど、じゃあ例えばガラスの破片をですね、
素手で触る場合と、手袋1枚して触る場合と、全く違いますね。違いますよね、同じことになるわけです。結局彼はストリートファイトマッチと称して、はい、T シャツ着る口実作ってるんですよね。はい、今まで本当にだけど上半身裸で自分とデスマッチ戦った選手は皆無ですよ。一人もいないんじゃないですか。一人もいなかったですか。まあ、デスマッチを、はい、デスマッチを売り物にしている選手で、そういう選手は、まあ、強いてあげれば何人かいましたけど、さあ中巻がおそらく松永のその言葉に意地を見せたかのように上半身 T シャツを脱ぎましたよ。そうそうそう、最近会場でね、T シャツ脱げってヤジ多いんですよ。なるほど、その言葉に反応したのかもしれません。それで反応したんでしょうけどね、ただネットが切れてから脱いでもしょうがないわけで、なるほど、脱ぐなら最初の一番危険な時に脱いでてほしかったですよ。さあここになってくると意地の張り合いになります。デンジャー、ミスターデンジャー松永、デスマッチの本家本元は俺である、脱ぐんなら初めから脱いでこい。一方中巻、今その松永に焦点を絞りました。背中は血だらけ、これかなり有刺鉄線のトゲが食い込んだその後と見ていいですか。そうです、だから T シャツ着てるのと着てないとこれだけ違うわけですよ、ね、本当ですね、対照的に中巻の背中にはほとんど血の跡がありません。まあ何箇所かこう耳詰まりのような格好になっています。そうです、これだけ違うんですよ。なるほど、その意味で中巻も意地を見せて T シャツを脱いだわけでありますが、さあここからどういう展開になるのか。松永さん、ご自身でこの映像を見るのは初めてでしょ。初めてですね、このアングル、キック、いやかかと落としてた。一方こちらは小鹿とそして山川です。自分もねこの、はい、また裸にこだわるならもっとと思ってですね、はい、肘のサポーターかその手首のウィングのリストバンドどっちか外そうと思ってるんですけど、ね、なかなかどっちも捨てがたくてですね、象徴であるリストバンドは外したくないし、はい、肘のサポーターの方がやっぱりなんていうんですか、はい、長い巡業戦い抜くにはやっぱり重要になってきますので、あの受け身を取る際ですよね。選手生命にかかってきますしね。そうなんですよ、だからだけど象徴であるリストバンドは取りたくないしですね、はい、迷ってるところなんですよ。そして今中巻から山川に目標を定めましたか松永。一方小鹿と中巻デスマッチ、デンジャーネットサーカスデスマッチ、どういう結末を迎えるのか全く分かりません。小鹿老快なですね、急所を狙っていきました。噛みつき小鹿、中巻です。そしてこの小鹿と中巻をカメラが捉えています。かなりの血みどろになりました。まあ、チミドロブラザーズというふうに発表がありましたが、このチミドロの中小鹿のパンチ、噛みつき老快です。松永は必要に有刺鉄線を使い、さあこれは一体何が始まるんですか。足元、これはですねこう下着で落ちてる有刺鉄線をですね、とにかくペンチでカットしていっぱい体に巻こうと思ったんですよ。それがちょっと今回有刺鉄線の量が、ちょっと絡まりすぎてまして、なかなかそれができなくてですね、ちょっと半端になってしまったんですけど、最初からちょっと狙ったんですけどね、体に有刺鉄線巻いて上からダイブしてやろうと思ったんですけど、なかなか有刺鉄線がちょっとどっから切っていっていいか分かんないような量で、しかもせっかく切ってこう寄せて集めたやつをセコンドが取って下に下ろしちゃうんですよね。さばいていっちゃうんで、狙いがちょっと外れました、はい、しかし松永はもう非常に冷静沈着、次の手を考えています。机に乗せて、さあ松永これはどういう狙いに行くのか。有刺鉄線は下に散乱しています。そしてその鉄線を切っていきます。有刺鉄線のその痛み、さあ松永まさか上からダイブするのか。残念ながら1本1本を腰に巻いて、そして己の肉体のそのままの重みを伝えます。これは当然のことながら両者にダメージあり、でもやっぱり山川の方がダメージ深いと思いますよ。山川無残な表情は流血、
そして有志鉄線の一番集中した渦潮の中にボムを落としました。2人がかりになりますか、松永と中巻と山川。とにかくこの2人はその足場を利用しないんでね、小鹿も入ってきます。やっぱりお客さんもこのリング上にあるこの足場を利用した攻撃をやっぱり見たがってますからね、なかなかあの足場が生きてませんでしたもんね。そうですね、最初は生きておりましたが、それにしても無残な光景です。この流血試合、一体どのようなピリオドが打たれるのか。小鹿が挑発、椅子を持っています。まあ、このデスマッチの欠点といえば、はい、その、まあ、観客論ということで言えば、そのなんていうんですか、はい、最大の山場が最初に来てしまったというのは、なるほど、まあ、ちょっとミスだったかなとは思いますね。はー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 、お話のようにクライマックスから始まっていくわけですからね。クライマックスから始まっていくわけですね、その意味ではその後の展開というのは非常に難しいものがあるのかもしれません。しかしそれを上回るかのようなこの中巻のファイトぶりと松永の流血、ご覧のように中巻、山川、もう顔面は真っ赤に流血状態となっています。そして小鹿、山川の表情、小鹿の表情、地獄の対戦、まさにこれがデスマッチ、 This is デスマッチ。松永、中巻、中巻という選手を個人的には松永さんはどう捉えてるんですか。まあでも30過ぎてからプロレス始めてですね、はい、こういう路線ですか、デスマッチであるを売り物にしてこう体を張ったファイトは認めますね、はい、まあ、ただ新日本出たのはそれはこの人のミスだったと思いますよ。あ、まあ、ある意味で中途半端だったんじゃないかなと思いますね。あと山川についても触れていただけますか。山川すごいですね、これはもう、はい、ある意味で本当にこう T シャツ脱いでこうそういう試合ができるようになればこれは、裏ミスターデンジャーですか。あ、なるほど、飛んだ自爆、味方同士が今爆発、松永が外しました、中巻、山川がぶつかりました。はい、その破天荒な部分で言えば中巻選手以上ですよ。お、こういう選手に出会ったことはないですね。そうですか、今までで、はい、今画面には小鹿とそして中巻です。足場を使う機会が来ましたね、誘ったんですけどね。そうですか、松永と山川一騎打ち、今ラリアットでどうなんでしょう、ヒットしましたね。そうですね、そして後頭部がパイプに当たりましたか、はい、こうなってくると山川のペース、危ないぞ松永、お、蹴りの体勢を伺うか、パイルドライバーの体勢か、ボムで来るのか、まさかこの位置から来るか、来た、あまりにも危険だ、ミスターデンジャー、あまりにも危険な技、松永11分38秒耐え固め。この今のフィニッシュまでの流れをちょっと説明してください。ちょっとそうですね、この技も最初から考えて狙ってましたんで、終わりよければよ、強烈ですね。小鹿松永組が勝っています。おい、前のデスマスターが質が違うんだよ。俺はバリバリしくない人間魂って言うな。おい、中巻さんが負けたんじゃねえよ。すいません、僕が足を引っ張ってしまいました。次こそは必ず勝ちますんで、
これしかできないからね。一生懸命あとは、お前は他もできるかもしれないけど、これをちょっとステップにして、はい、上行きよ。いや、とんでもないです、これ極めます。どこの団体にもデスマッチという名のつく試合には絶対に負けないだろう。それぐらい今日の今までどこだろうかデスマッチやって、今日の最もう最高に恐怖感を与える試合じゃないかな。インディ魂云々を言うならこのぐらいのことやってないと。です。中途半端にしかデスマッチできない連中がね、そういうこと言うのはいませんし。というわけで松永さん、はい、まだ言い尽くせないことはたくさんあるかと思いますが、はい、試合の方は見事に勝ちました、はい、この試合簡単にご自身で振り返ってください。そうですね、試合というよりもですね、はっきり言いたいのは、まあ、ファンの皆さんにもね、はい、その T シャツやランニングを着てやるようなインチキなデスマッチにはもう二度と騙されないでほしいと、うん、そういうことは言いたいですね、かなりの流血を見たこの試合。今日解説は前半部分がグレート小塚、そして後半は松永さんにお話を伺いました。どうも本当にありがとうございました。どうもありがとうございます。それではこの辺で失礼します。ごきげんよう。さよなら。